小田切ダムは、長野県長野市、一級河川、品野川水系最川に建設されたダム。高さ21.3メートルの重力式、コンクリートダムで、東京電力、リニューアブルパワーの発電用ダムである。同社の水力発電所、小田切発電所に送水し、最大16,900キロワットの電力を発生する。昭和の初め、 西川の下流では、長野盆地への灌溉用水路としていくつかの取水口があった。後に、疎水百選にも選ばれている全後寺平用水も、その一つである。しかし、西川の川床は時間とともに低下し続け、取水が困難なものとなりつつあった。長野県では、数ある用水路のうち三つの用水路について、取水口を一つに統合して整備する計画を立てる。しかし、 戦時中とあって、計画は頓挫。終戦を迎えた1946年、地元の要望で計画は再燃し、本格実施に向け調査が開始される。そんな折、地元には東京電力から水力発電所の建設計画がもたらされた。戦後、西川における発電事業を継承した東京電力は水内ダムの下流で、 水力発電所を新たに2カ所建設することを計画していた。笹平ダムと小田切ダムである。中でも小田切ダムは建設予定地が目か整備計画中の用水路取水口がある地点とあって地元は大きく困惑した。東京電力は保障として小田切ダム建設に伴い水没する取水口については小田切ダム湖から取水できるようにし、 また、小田切ダム下流にもう一基ダムを設け、そこに取水口を新たに設ける提案をする。しかし、地元の理解はなかなか得られなかった。両者の間に入り調停したのは、長野県であった。策定された、農業水利改良事業計画案の中で、用水路の一部は、小田切ダム湖から取水、その他は、ダム砂岩の発電所放水路から取水するものとして、まとめられる。 放水路から得た水は、西川右岸を流下し、その一部の水を再本によって、西川を横断させ、西川右岸に導くという、大掛かりなものである。これにより安定した水量を確保できるとあって地元は、これを受け入れ、小田切ダム建設並びに、長野県営善光寺川中島平農業水利改良事業が、本格開始された。東京電力は1953年に、 小田切発電所の推理権を取得すると、同年より建設工事に着手。完成した小田切発電所は1954年より運転を開始した。一方、農業推理改良事業は1953年8月に着手し、1955年6月26日には、西川を横断するサイフォンが完成。 計画されたすべての事業は1965年に完了している。なお、西川の川床低下は以後も続いており、1994年から2002年にかけて西本の改修工事が実施された。現在、西本は昇波ブロックによって保護されている。小田切りダムは西川の最下流に建設されたダムである。直上流には同じく東京電力が 水力発電のために建設した笹平ダムがあり、両ダムはほぼ同時期に完成している。西川は小田切ダムを過ぎると裾花川を合流させ、長野市東部で千曲川に合流して終わる。小田切ダムは長野市中心市街地に近いとあって、しばしば市内の小学生が見学に訪れる。公共交通機関を利用して、 小田切ダムを訪れるには、JR 北陸新幹線及び、新越本線、長野電鉄長野線の長野駅より、川中島バス、新町大原京線、もしくは甲府線に乗車。小田切ダム付近のバス停、新橋には20分間程度で到着する。マイカーの場合は、上新越自動車道長野インターチェンジより、長野県道35号長野真田線を、 長野市中心部へと直進し、下、東の南交差点を左折。国道19号長野南、バイパスを松本市方面へと進み、小松原トンネルを抜けると、小田切ダムが右手に見える。トンネルを出て、すぐ、小松原トンネル西交差点を右折した先には、両軍橋がかかり、上流側の歩道橋からは、小田切ダムの前景を眺めることができる。ダム停滞左岸には、 小田切り発電所があり、最大 16,900kW の電力を発生する。発生した電気は送電線を介して、首都圏に向けて送電されている。普段は、こちら側の放水路から発電に利用した水を放流しており、晴れた日はエメラルドグリーンの水が美しい。しかし洪水時には一転して、褐色の濁流が押し寄せる。小田切りダムには、 洪水調節能力がないので、洪水地は速やかに9問の放流ゲートが全開される。ありがとうございます。